皆さんこんにちは。一緒に遊ぼう公式パートナークリエイターリニカンタです。無料で遊べるスマホアプリ一緒に遊ぼうがアップデートされました。どんなところが変わったのか一緒に見に行ってみましょう。今回は精霊石を集めるようですね。集めた精霊石はサイコロを回して様々なアイテムをゲットすることができるようです。精霊石の取り方はたくさんあるようです。岩をカンカンしたり、あとは釣りをしたり、虫取り網で捕まえることもできるようです。あとは普通に落ちてたりもしてますね。ここでしか手に入らないアイテムもあるようですね。今回のアップデートは攻略動画を出すクエストというよりもコツコツ頑張るタイプのアップデートでしたね。今回のアップデートで気になったところがもう一つ、コラボしたサンリオシリーズのキティちゃん、あのホテルどうなったんでしょうかね。よかった、そのまま残ってますね。ギフトカレンダーは28日まであるので安心していたんですが、いやもしかしたらホテルなくなってるんじゃないかなと思ってちょっとだけ心配したんですよね。カレンダーギフトって結構取り忘れることありますよね。私も何個か取り忘れてますね。今回新しくテーマガチャが追加されています。私が持ってるダイヤクーポンすべて使ってこちらのガチャ回していきたいと思います。エルフの精霊術師のガチャってやっぱりあれかな、フリーレンの影響かな。私はですね、最近になってやっとフリーレンの面白さに気づいたんですよ。この尖った耳さえあればフリーレンできそうですよね。今回はクーポンもダイヤも結構少ないので全部単発で回そうと思っています。今回私のお目当てはとんがった耳一択ですね。とりあえずここよくわからない家具は飛ばしてサクサク行ってみましょうか。結構単発で回すと長いんですよね。今出ている家具を見たいなという方がいらっしゃいましたら、ニンニクハンターの家に設置しておきますので、ぜひニンニクハンターの家遊びに来てみてくださいね。早送りにするとなんかすごいこの木がめっちゃ出てるような気がしますね。やっぱり単発で引いても被るものは被るんですね。おっと、このシルエットは違った、靴だ。あのシルエットが来ちゃうとちょっと期待しちゃいますよね。今度こそ来たか、違った、サークレット。お、来ましたね、ついに来ました。エルフのとんがり耳をゲットすることができました。確率は 1.5% なんで出ないかなって思っていたんですが、ゲットすることができましたね。残るは確率 1% の虫取り網だけですね。ここでちょうどダイヤが終了しました。それではフリーレンできるかやってみましょう。この服とこの髪型、あとはこの顔かな、あとは身長を大きくして、最後にこの虫取り網を持たせたらフリーレンの完成ですよね。これ結構似てないですか。こういう自分の気に入ってるアニメのキャラクターに変身できるというのもこのゲームの楽しみの一つですよね。新しい精霊のペットはペットショップに行っても売ってなかったんで、多分今のところスゴロクだけなのかな、ゲットできるのは。もし何かまた分かりましたら動画にさせていただきますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。これからもニンニクハンターチャンネルではスマホアプリ一緒に遊ぼうの動画をどんどん撮っていきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。